王主道は、中華人民共和国の官僚、政治家。1906年4月13日、湖南省、流洋県で生まれる。1925年、公州農民運動講習所を卒業。翌年、母校である公州農民運動講習所に採用され、当初遅にて、組長に就任した。 1926年9月から1933年、湖南省で農民運動が行われました。1934年、中共中央組織局秘書長に就任、調整に参加した。日中戦争が勝利した後、彼は東北に赴任しました。1925年に中国共産主義青年団入党。翌年に中国共産党入党。 1949年、コナン省庁佐し軍官会の副主任を担当した。1949年3月から1952年9月、中国共産党湖南省委員会副書記。翌年4月には、水見南省省庁を兼務する。1952年4月、中央に移り、中華人民共和国交通部副部長、東組書記に就任。 1954年11月には、国務院第六弁公室主任を兼務する。1958年2月、交通部部長に昇格。1964年5月、中国共産党中央中南局初期どころ初期に就任。1968年2月、関東省革命委員会副主任に転出。1970年12月、 中国共産党関東省委員会初期を兼務。1977年12月には中国人民政治協商会議関東省委員会主席を兼任する。1978年3月、第5届全国政協副主席に選出される。翌年2月には、第5回全国人民代表大会常務委員会法制委員会副主任委員を兼務する。 1982年9月、中国共産党中央顧問委員会常務委員に就任。1996年9月13日、北京市で亡くなりました。ありがとうございます。